これまでの一番の成功体験は何ですかと聞かれた時の回答、あなたの一番の成功体験を教えてください。はい、バイトで店舗の売り上げを2倍にしたことです。2倍にするためにバイト仲間が働きやすくなるようにコミュニケーションを欠かさず取りました。はい、小学生の頃算数オリンピックで優勝したことです。当時は神と呼ばれていました。はい、500ページを超える長編小説を書き上げた経験です。根気強く毎日机に向かい書き上げ、他者の批判意見を受け入れながら完成にたどり着きました。